活発化した梅雨前線の影響による県内の雨の量は当初の予想より少なく、大雨の恐れはなくなりました。午前中の広島市中心部は雨が降ったりやんだりの天気が続きました。広島地方気象台によると、県内では未明から一時雨が強くなりましたが、降水量は当初の予想より少なく、線状降水帯が発生する可能性はないということです。一方、安芸高田市では田地比川が氾濫する恐れがあるとして、およそ2500世帯に高齢者等避難情報が出されましたが、現在は解除されています。交通機関への影響です。 JR 西日本によると、芸備線で備後落合駅から三好駅の間で一部の列車に遅れが出ています。山陽線や呉線、可部線などは始発から通常に運行しています。